い、皆さんどうもこんにちは、クリスです。プレイしていけたと思います。今回は8階に探検にしに行きたいと思います。それでは行っていきましょう。初っ端から噛んだな。はい、では行きます。初っ端から自分の名前噛んだわ。ちょっと8階行きます。やばい、今回すごい強いような気する。どんなお化けが出てくるのか。あ、着きました。8階はなんだ。あ、ムービー映画か、ムービーみたいな感じかな。お、映画かな、映画だと思います。多分あ、こっちか。あ、テレサだ。これはなんだ。おい、なんか始まった。ん？なんだこれ。これはこれもあるんだ、すごい。よいしょ。んん、とりあえず中に入ります。あ、開かないんだ。なんかビリビリビリってなったんで。あ、ここもグイジでいけるな。ぬる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 。おー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 。結構なんか紐がビリビリいったんで、ちょっと引きましょうか。こっちか。あ、鍵がありますね。わっはっは。出て取るんだ。あれ、あのなんかね、ちょっといろいろ調べてた消火器みたいなのが X のやつで出てきて、なんかあるのかなと思って今。あっ、通れそう。消火器使うんかな。あ、あれ、どこ行った？上行った？あ、あ、I did it. え、これでどうする？わお、消火器爆発したけど。わお、なんか始まりました、ちょっと。なんか、あ、なんか入り込みました。なんか、わかんなくて、なんかずっとうろうろしてたら、なんか、そう、一回戻ったら、あ、行けました。行けましたね、なんか。はい。行けましたわ。ごめんなさい、なんか皆さん一部始終ちょっと。続けれなかったけど、なんか一回そう、分かんなくて一回戻って、それでこのテレビのな、テレビに X ボタンがついたんで、それを押したんですよ。そしたら行けました。スキップします。もう皆様も慣れてあるんでしょうことでしょうから。お化けですわ。逃げるようにここに入る。盗んでくっていうのはさておき、ちゃんと後ろからバーン。あ、
ジョーノーズ。あー、なんたる悲劇か。このジョーノーズ監督とも、あろうものが大切なあれをなくしてしまうとは。ちっぽけで何もできない映画監督。それが今の私の姿なのだ。こんな私にはこの美しいボタンの輝きさえ、今はただ色あせて見えるばかり。ああ、私の真っ赤なメガホンよ。お前はどこへ行ってしまったのだ。あのメガホンを再び手にすることができるのならば、代わりに何を差し出しても惜しくはないだろう。どうしたんだい？筆を忘れたかか、包丁をなくした調理人、そんなもの一体何の価値があるというのだ。そう、メガホンを失った私など、もはや何者でもないのだよ。大丈夫？とりあえずなんか、入り込んでみましょうか、テレビの中。で、メガホンを探すのか。かわいそうなお化け。メガホン探していくのかな、いっぱいこれ。なんだろう、一応全部には入れるんだけど。あ、木とかある。ここに行ってみましょう。とりあえずかわいそうなおばけちゃんのために赤いメガホンを探し、ここか。で、つながったと。で、あ、すごい。おい、なんか変わったのかな。これでなんかここの中に行くのかな。で、つながったと。こっちもつなげるか。じゃあどんどんつなげていく感じかな。すごいな、本当に。あ、ルイージ君よ、君はカメラマンをやりたいのかね。では役者は誰にお願いするんじゃ。あ、わかったわかったわかった。グーイージ君が役者をするんだ。多分。あ、すごいすごい。すごいですね。グーイージ君が役者をするって。いいのが取れたんじゃないか。もう一回見ましょうか。ルイージでやった方が面白いかな。じゃ一回交換してみましょうか。あれ、グイジ君は調べられないみたい。じゃあ今のでいいのかな。取れたよ。で、もう一回今さっきのところに行くのか。よし、もう一回今さっきのところに行きます。で、これもグイジ君に。グイジ君、役者を頑張ってくれ。今日は君は役者の日だ。はい。
よし。オッケー、見るか。うん、来ました。あ。あ、すごいすごい。アクションできるわ。え、動かせれる。すごい。うわぁ。グイじゃアクションせんか。アヒルが乗ってる。え、今のいいんじゃない？取れたよね。アヒルちゃんがちょっと邪魔だったけど。あ、なくなってる。じゃ今のでいいんかな。よし、じゃあ次行きます。よし。ごめんね、待ってね、もうちょっと。こっち行きましょう。3。お、すごいです。さあグイージよ、役者グイージ、頑張れ。火事現場みたいな。すごいや。あ、お化け。ん？あ、すごい、お化けたちが消化してる。かわいい。あ、え？これは逃げるしかできないのか？じゃあないか。グイジ君、水に濡れちゃダメなんだよ。で、サングラス。うん。OK。ちょっと待って、ちょっと待って。これどうしたらいいの？グイージ君溶けたんだけど。え、戻ることもできない。失敗ってこと？それは知ってるんだけど。ちょ、この後どうしろって？ダメダメ、キャンセル、それはダメダメダメ。出てきた出てきた。そうだ。とりあえず確実に倒していくから。それしか方法はない。こういうことだな。ようやくわかったぞ。ほんまにもう頭買ってよ私。あ、最後の最後にこいつが出るってことか。
これなんか戦ってたら無言になっちゃうな。いい取れ高じゃない？今の。今のいい取れ高だったんじゃない？なかなか。よし。赤いメガホン出てこないっすね。これはここにあるんだ。とりあえず最後のやつもグーイージ君役者で頑張ってください。あ、あったメガホン。ルイージ君見るのじゃ。あれがメガホンに違いないわい。クマンスに引っかかってしまっておるぞい。これをまたグイジ君がカメラ越しで撮るということか。いけグイジ君。うわー、びっくりした、おもちゃか。取るんじゃこれ。あ、緑のやつが取れた。まあなんか緑のムービーのやつ取れた。よし。どうやって取るんじゃこれは。釘か。釘じゃなさそうか。釘でもなさそうだな。どうするんだこりゃ。あ、なんか鍵が浮くんだよこれ。またどうしたらいいか分かんなくなっちまったよ。あ、またルイージ君、どうにかしてあのメガホンを取ることはできんかの。クモの巣を燃やしてしまえば手に入れ。ああ、分かった。あ、このファイヤーのところから持ってくるんだ、これを。多分持ってくるんだ。あの炎のとこから。多分、こっから持ってきた方が早いかな。多分、こっから持ってくる。いや、だけど、どうやって？とりあえず、こう、こうして。燃えてるよね。何か燃やすことな、あ、これだ。これじゃないか。これに燃やすのか。どれに燃やすんだ、どれに燃やすんだ一体。自転車。何で燃やすんだ。あれだ。あ、そうだ、わかった。またグイージ君に主演してもらわないと。それで。ここだ。よし、この中に見えん見えん、なんか水。あ、あ、全部つながってる。
わかった。わかった。まずこいつを持って、ここに行く。それで、水を、汲む。あれ？あ、それで、これ入れて、グイジ君役者見る、ここの中見る、全部がつながってるんだ。出る、でもらう、ありがとう、で戻る、で持つ、戻る、なんかめんどくさいな。でそれでここに入る、でグイジ君にこれを授ける、ルイージ君が持つ、ルイージが見る、これで、なんで中に引きこもってんだよ、お化け。あ、出てきた。もうなんか集中してたら声が出ない。一応できない。オッケー、よし、これで、炎消えてるじゃん、これで多分ね。あー、グイジ落っこちた。よし、ふぅ、でグイジに預けて、むっちゃ行き来するじゃん。で、これでこの燃え盛るところに行って、よしよし、これでまたグイジ君に主演を
よし、これで。オッケー、燃えた燃えた燃えた。これで、もう火事だよ、もうこんなん。こんな燃えるのになってたら火事だよ、もう。よし。これで。また、グイジ君に。グイジ君に。燃えた。これで。OK。これで戻ると。手に入った。OK。これで、あのお化けちゃんのところに行って。ああ。はい、大丈夫。はい、どうぞ。大丈夫かい？よかったよかった。君、ちょっと待ちたまえ。そこに止まるんだ。よく見ると君はなかなかいい顔つきをしてるではないか。それに体格も、うんうん、悪くないぞ。もう映画監督だからかな。最高じゃないか。スターの素質を感じるぞ。おお、わしの創作意欲がかきたてられていく。このお化け優しそう。さあ、こっちへ来るんだ。撮影を始めよう。スタッフはいるか？それぞれの配置につくんだ。とりあえず今回はここまでしようかな。ちょっと長くなるんで、これ以上撮ったら。ちょっと、戦うのは次回にしようかな。よし。それでは今回はここまでします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、バイバーイ。